度、ねぎまえです。以前ここのね、収納方法というか、私のコスメの収納をお見せする動画をね、アップしてたんですけど、今日はちょっと断捨離をしていこうと思います。言うて、捨てるっていうわけじゃなくて、どれもね、頻繁にその、大阪帰るたびとか、妹に会うたびに、使わへんって言って聞いて、いるって言ってくれたコスメをね、こう、使ってもらうように渡してるんですよ。さすがにね、もうめっちゃ古くなってて、人にあげるのもできないっていうような状態やったら、もう処分することになるんですけど、大体私はね、その妹とかお母さんに使ってもらうことが多い。で、そんなにね、私も高いものを買ってるわけじゃないので、プチプラとかばっかりにはなるんですけど、一応ね、今日はちょっとお別れ会ということで、整理していこうと思います。春だしね。はい、それでは紹介していきまーす。まあ、ここら辺とかもね、前に動画でしたから、中身はほぼ変わらずって感じなんですけど、これと、これね、なんて、分けてる違いは特にないんですけど、ここら辺は結構使うやつなんですよ。ただ、入りきらなくなって、ほんと。だから、この2台目を買おうかなと思って、これもね、前に紹介した無印のやつ、そのままずっと使ってます。やっぱこれはね、そんなに登場しないんで、ちょっと一旦ね、抜けておきます。入れるところがないわ。とりあえず、今回はここにね、移動させます。で、ちょっとこれもね、あんまり使う機会がないので、抜けておこう。スキャンメイクのピンクのやつ。これはまあ、いるかな。あ、そう、これがちょっとね、こんな感じなんですよ。ちょっと色が濃いので、夏場には使えるかもしれへんけど、今はちょっと抜けとく。これはね、自分で頑張って買ったやつ。こんな紹介してたら意味ないか。ちょっとほんまになかなか使わんものだけ抜けていこう。あ、でもこれはそんなに使わへんかも。これもね、結構濃いんですよ。あ、そう、今爪がね、すっごい深爪。切りすぎてめくれて爪すっごい深爪で汚いんですけど、すいません。これはまあ、たまに使う紫のパウダー。これはちょっと置いとこう。んで、ここにあった。これめっちゃ探しててんけど。結構使ってないの多いかな。これも今は使ってない。無印で買ったファンデーションなんですよ。使ってないかも。あとこれ、色可愛いけどピンクは他にたくさんあるから、ちょっと今回抜けときます。潔くね、ちょっと整理していかないと。ブラウンも今はあんまり使ってないかな。これね、すごい便利なんですよ。LB のやつでピンクとブラウンとかが入ってて。これは置いとき。ここら辺のやつも結構使うんですよ。セザンヌのこのね、アイシャドウ。で、あ、でもこのね、セザンヌも結構使いやすくて使ってるけど、とこれは古いかな。セザンヌのこのアイシャドウも、オレンジ、紫、ここはちょっと一旦置いとこう。ブラウンもね、一番やっぱ使いやすいから。結構今はピンク使うこと多いけど。これはね、今使ってないけど、もうじき夏場になったら使いたい。これもね、オレンジっぽいけど、ピンクも入ってるから使うし、これ一番使ってる。あ、これもね、すごい。難しいなぁ。潔くって思ったけど、全然できてないわ。あ、これはもうちょっとね、古いので、のけておきます。これも、結構古いんですよ。結構使ってるし。ただこれはね、親戚が、私に絶対似合うって言って、もう自信を持って言ってくれたチーク、プレゼントしてくれたやつやから、これはさすがにちょっとね、もっと使いたい。これちょっと最近使ってなかったな。近々使おう。ここら辺も割と使うから前にあるやつかな。あ、そう、アイテープ貼るとき私はいつもこれ使ってます。ダイソーで売ってるテープかな。ここら辺2つもちょっと今は抜けておきます。これは使うやろ？これまずコスメちゃうしな。そう、こういう系もすごい好きなんですよ。これは、PK001 番のエチュードハウスの涙袋をね、こう爆発させるのにすごいいい。で、結構入ってるし、涙袋やからそんなにね、めっちゃ使うっていうわけじゃないから、長持ちするし、ここら辺もいい。この白、ここもね、使いやすい。白の方は友達がね、あんまり自分には、あれやったってくれた。で、私は違うカラーを渡した。そう、これもあんま使ってない。なんかね、この、こういう感じのものになってて、なんかアイシャドウが乗りやすくっていうか、そのアイシャドウ、上に乗せるアイシャドウをスモーキーっぽいカラーにね、してくれるやつなんですよ。これもちょっとあんまり使わないかな。アイシャドウパレットとかは全然使う。よし。はい、次2段目いきます。ここの段はリップっていうか、なんかこう長細い系のもの。これアイシャドウやし、これマスカラやし、ちょっとね、ハイランクってもうとりあえず詰め込んだから、ごちゃ混ぜになってるけど。あ、そう、これもね、あんまり色が、これも抜けておこう。あ、そう、こっちもね、色が合わなかったシリーズ。
テスターとあと家帰ってきてからやるの全然色が違うく感じてしまって、キャンメイクのマシュマロフィニッシュファンデーション、これはまたいつか妹に聞こう。これもねちょっと前に動画でよく紹介してたやつ、アイシャドウパレット、これは使う。ファンデーション系ってやっぱ難しいよな。ちょっと今日は豪快にファンデーションはつけといて、でもねちょっと色が濃いめ。そう、これはね冬場にはあんまり合ってない。やっぱ夏場かな、そんなに保湿がめっちゃあるってわけじゃないから、これからね使っていこうと思います。リップ系が難しいな。うーん、ちょっとこのブラウンのね、ブラウンのこのリップはちょっとね最近は使えてないっていうか秋やから、これも一旦抜けときます。なんかねここにないものもあるんですよ。大阪にね実家に帰るときに楽したいと思って一式以上かな、もしかしたら置いてるんですけど、まあ、当分帰らないんで、あ、これもね今はちょっと使わないかな。これは割と使う。これもちょっと使わん。あ、これはでもね使いやすかった。これは使う。あ、これは今は使わんかな。んで、ここら辺のグロスは割とね、使いやすいから置いときたいのと、そう、私はこれね、ちょっと使えなかったんですよ。一回試したっていうか、こういうのってリップ系はテスター、私は絶対試さない派なんですよ。口につけたくないなって思って。で、これね、買ってみて、家でね、リップに重ねたけど、私はすっごいもう、痛すぎて、私はちょっと耐えれなかった。合う人と合わない人いると思う。まあ、どの化粧品に関してもやけど、私はちょっと痛かったから使わないかな。これも今は使わないかな。ここら辺。あ、これはコンシーラー。あ、じゃあこれリップの方や。わからんくなってきてる頭が。でもこれは使いやすいかな。オペラは一応置いときたい。ここら辺はね、つい最近ちょっと断捨離したばっかりなんですよ。これだけちょっと今使わないかな。こういう色のアイシャドウ、反対側にねこんなブラシがついてるからぼかせるよっていうやつなんですけど、これだけちょっと今は抜けてこうかな。あ、でもこのコンシーラー、これも結構ね色が濃いめ。いつニキビがねまたできるかわからんから、これも濃いけど、これは置いてても古くてちょっと危ない。結構前のものなんで、これは他は割とね最近片付けたばっかりやからいけるかな。なんかねもっとこうやって色出してって思ったんですけど、最近ね結構片付けちゃ、これでもちょっと分離してきてるかな。こういうの怖いよね。ちょっとこれも省いとこ。あ、これはね結構使いやすい。こういう淡いピンクで、これは置いときたい。あ、これはね最近ちょっと使ったんですけど、オレンジやっぱちょっと使いこなせない。あとこれね、フジコのピンクのアイシャドウ、こっちにしとこう。これは、あ、これはでも今そんな使ってないけど後々すごい使おうと思う。セザンヌのリップですね。あ、このオペラのねティントも結構持ち歩いたりするから、これも置いといて、あ、このボリカのリップっていうかリッププランパーグロスもすごい使う。あとこれもねめっちゃいい。あのブランドのバラバラさはまた後で動画外でやっときます。ここら辺がちょっと難しい。ここの赤とピンクは使うけど、オレンジとブラウンはちょっと、あ、これもすごいいい。使う。このピンク、これめちゃくちゃ可愛い。待って、使うやつ紹介してたら長くなんねんって。そう、このロレアルパリの赤も使う。これは、あ、こっちが赤ラメで、こっち青みピンク、これは使う。んで、あ、そこれもね一時すごい持ち歩いてた、この2層のリップ。またね外安心して出かけれるようになったらここら辺いっぱい使いたい。ここら辺はセザンヌのティントですね。あ、ここの2色がねそんなに使わないかな。ブラウン系やっぱこっちの明るい感じは使うけど、こっちがねあんまり出番がなかったんで。あ、ここら辺はね、誕生日とかでいただいたものです。これは使う。で、ここら辺をね、結構使う感じのものなんですよ。ここら辺を使い分けてるっていう感じで、デジャビューのマスカラとか、ヒロインメイクのマスカラとか、あとコンシーラーとか、その縦長系の、このイニスフリーのアイブロウとか、よく使う系のものをここにね、バッと、ドバッと入れてます。そんなに整理するものはなさそうかな、ここは。
なんか一軍コスメとかあるじゃないですか。私あれの基準があんまりよく分かってなくて、動画に撮ってみたいなとは思うものの、最近ね使ってこう取り除いてたコスメをここに一旦ね入るものだけ収納。これ最近のすごいお気に入り、ペリペラの涙袋。涙袋にね塗る系のラメがやっぱ私好きみたい。ペンとかもほんまは横に倒したまんまで保管した方がいいんやと思うけど、ちょっとね縦でしか収納今できない状態なんで、早くこれのね2台目を買おうと思います。ここね残り2段あるんですけど、ここはもうほぼね分けるものないかな。でもこのオレンジのこのチークは体温でねこう後々色が出てくるものなんですけど、そんなに使ってないかな。あ、そう、ここら辺はねお高いローラメルシエとかのコンシーラーとかこういうのは使いたい。これ最近ね使ってないけど夏場には使いたいかな。うん、ここら辺のねカラーもすごい薄くて使いやすいんですよ。だからここら辺置いといて、そう、ここも一時ねすごい使ってたこのパックなんですよ。トライアルサイズで何回か使ってたんですけど、ちょっと肌荒れがねこれのせいとかじゃなくて私的に肌荒れしちゃった時期があったので、ちょっと今はねのけて使ってないです。ここら辺は特にあれかもしれへん。あ、そう、こういう保湿クリームとかもここにね洗面台に入りきらん分とかを移動させてるだけで割と使ってるやつなんですよ。あ、そう、これねどっちかが絶対使ってなかった。これをちょっと家族に聞いて、これはね使いかけなんで私が残り使います。あと、ここには、前に買って使ってないカラコンなんですよ。でも私普段カラコンつけてないから、紹介してもあんま意味ないと思うので、ちょっと今回は省きます。そう、これは、あとちょっとだけ入ってるから、またね、使い切って終わろうかな。ここもね、ファンケルの通販で買った時についてきたこの、いろいろサンプルとかがあったんですけど、それを全部バッてここのね、一つにまとめました。肌荒れした時結構ファンケルに頼りがちやから私。あ、そう、このね、フィアンセの、これはボディミスト。これは使いやすくて、これ持ち運び用のプラスチックのもので、瓶のタイプのものが洗面台のところに置いてるんですけど、そう、ほんでここら辺、ここがね、雑誌の付録で付いてたもので、ここが友達のプレゼント買いに行った時にサンプルでね、店員さんにいただいたものです。こういうのもなんか旅行行った時に使いたいと思って置いてるけど、そう、旅行も行かんからね。そしたらね、最後一番下。コスメでも一応ね、こんだけ取り除いてます、今のところ。ここはすっごいバラバラなんですよ。だってこういうフェイタスとか入ってるから。なんかピップエレキ版ってやつやったっけ？なんか使ったことないけど、ああいうの買おうかなと思ってるぐらい、肩こりがひどい。で、あとは、こういう動画でもね、ここら辺をよく紹介した、アイシャドウパレットが入ってるだけですね。長細くてこっちの上の段に入らんかったやつ、これはねまだまだ使いたいので置いときます。はい、っていう感じでね終わりかな。このねまつげ美容液とこのちょっと分離してるものに関してはこう家族でもねあげれないので、ここら辺はいつもみたいにちょっと家族に聞いたりするので、あの捨てるっていうわけじゃないので安心してください。まあでもやっぱ断捨離っていう動画を撮るからにはね見応えあるようにと思ってやってみたけど、ちょっと自分的には頑張ってこう判別したんじゃないかなと褒めてます。分離はねやっぱ怖いからやめときましょう。まあ、こうなる前にちゃんと自分がね使い切ってたらよかったんやけど。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こういう企画にしないと多分私溜め込んじゃうんですよ。あのマニアってわけじゃないけどやっぱ集まってくると嬉しいじゃないですか。なんかそういう癖がねあるんですけど、ちゃんとこれからも整理していこうと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まいどー。